アスプはかつて富士通が独自に開発していたユニックスシステム V リリース4をベースとする独自拡張したオペレーティングシステムの名称シリーズ名名名前の由来についてアスプはザユニックスプロダクトからスラッシュの後の文字はリリース時にターゲットした機種のモデル名やアーキテクチャの名前が付けられる当初はメインフレーム向けに開発されたがアスプ M やアスプ V は スーパーコンピュータ向けに展開されたり、ASP-DS で UNIX ワークステーションサーバー向けにも展開されるようになった。1990年8月に M シリーズ拡張アーキテクチャエクサを実装しているメインフレーム富士ツ M シリーズに搭載されるオペレーティングシステムとして発表された。ベクトル型スーパーコンピュータの VP2000 シリーズ向けにも搭載された。既存のアッツ、 M で開発されたプログラムの情報交換を保証している。1991年9月に DS97000 シリーズのユニックスワークステーションとサーバに搭載されるオペレーティングシステムとしてリリースされた。1995年2月にベクトルパラレル方式の新たなスーパーコンピュータ富士通 VX シリーズ VPP300 シリーズの発表の際に マスプ M の後継として発表された。ありがとうございます。